俳優の村上虹郎が、舞台、エヴァンゲリオンビヨンド、5月から6月、東京、長野、大阪を降板することが発表された。代演は同じく俳優の板垣瑞希が務める、村上虹郎、舞台、エヴァンゲリオンビヨンド、降板発表。東急文化村は、蓮見タン役での出演を予定していた村上が心身の不調により降板することを発表。当社は、出演を楽しみにされていた皆様には、ご心配並びにご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません、と謝罪の言葉を綴っている。バル、ダオ村上に代わり、増役を板垣が演じ予定通り上演することも説明。不測の事態ではございますが、キャストスタッフ一同、皆様に良い作品をお届けできるよう全力を尽くしてまいります。なお、出演者変更に伴うチケット払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、お願い申し上げます、と観客に向けて呼びかけている。久保田正孝主演舞台、エヴァンゲリオンビヨンド、新宿の新たなランドマークとなる東急歌舞伎町タワーの6階に完成する新劇場、シアターミラノ座のこけら落とし公演として上演される舞台、エヴァンゲリオンビヨンド、これまでに多くの人々を魅了し続けてきたエヴァンゲリオンが今回舞台となり新たなエンターテインメントとして繰り広げられる。本作で描かれるのは壊滅的な状況になった地球と生き残った人々。人類再生の切り札を発見し、希望に向けて突き進むエヴァンゲリオンと登場する14歳の少年少女たち。しかし、計画につながりを持つ青年、共に創始、久保田正孝は、新たな悲劇の扉が開くのを目撃。真相を探るため、創始は特務機関の女性、水穂優、石橋静香に接触する。舞台ならではの演出によるオリジナルの物語が展開される、モデルプレス編集部。発表前文、蓮見タン役で出演を予定しておりました村上虹郎さんが、心身の不調により、稽古前ではございますが、降板することになりました。出演を楽しみにされていた皆様には、ご心配並びにご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。公演につきましては、村上虹郎さんに代わりまして蓮見タン役を板垣瑞希さんが演じ、予定通り上演いたします。不測の事態ではございますが、キャストスタッフ一同、皆様に良い作品をお届けできるよう全力を尽くしてまいります。なお、出演者変更に伴うチケット払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。また、本公演をご紹介いただきましたマスコミの皆様にはご迷惑をおかけしますこと、ここにお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。